はい、札幌市立の慢性腰痛専門整体院さつき院長の川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も腰痛の悩みのあなたに腰痛改善のヒントアイデアをお届けしていこうと思います。はい、ですね、名古屋に行った話をちょっとしましたね。名古屋に行って、味噌カツを食べてですね、それから勉強会行って、そう、名古屋の友達の家に泊まりました。まあ、それは全然いいんですけども、何言いたいかというとですね、見てください、これ。髪を切ったんですね、僕ね。その次の日に京都に行って、髪を切ったんですけども、髪切ってね、まあ、それは置いといて、髪切って、で、次の日に、北海道戻ってきて、で、奥さんとも会って、夜、ただいまー、言って、会ってたんですけども、まあ、その時に何にも触れなくて、まあ、気づいてないなと思って、で、次の日ね、またさらにその次の日に、お家帰ってきた時に、ただいまで言ったら、あれ髪切ったみたいな、はぁってなってですね、いや、ずっと前から切ってたよみたいな感じになってですね、いや、人の変化っていうのは気づかんとあかんなっていうのは思いました。やっぱりね、女の方も髪切ってくれたのに気づいてないみたいなことってね、なんか起こる方いるんですけど、ちょっと気持ちわかりましたね。いや、こんな切ったら気づいてないみたいな、まあ気づかないかな、まあ、そうなんですかね。ちょっともだいぶモサモサしてたんですよね、前ね。はい、でそれを切って、なんか2日後に言われるってね、なんかちょっと悲しいなみたいな、まあ、しょうがないかな、まあ、愛が薄れてきたのかなんか分かんないですけども、はい、僕は気づく自信ありますけどね、はい、誰に何のために言ってるのかちょっと分かんないですけども、はい、今日はですね、原因を探せってお話ししていきましょう。脊柱管狭窄症の診断されたとしても、他のところに原因があるよっていう方すごく多いなっていうふうに思ってます。特にですね、狭窄症は診断のゴミ箱ぐらいに思ってます。私はゴミ箱なんかよくわからんし、でレントゲン取ったら狭くなってるし、ゴミ箱、狭窄症にしとこうかみたいな感じなんですね。やっぱり診断のゴミ箱になってしまってます。だから他のところに原因があるっていうことがすごく多いんですね。実際に来られた方で、あの方はね、おばあちゃんだったかな、70歳ぐらいのおばあちゃんで、歩くとやっぱり痛くなってしまう、で、ちょっと休むと楽になるっていうふうにお話しされてました。じゃあどうやって休んでるんですかって聞いたら、なんかね、腰をね、こうやって反らして休むっていうんですね。後ろで手を組んで、荷物を後ろで合わせて、ちょっと反らせて休むっていうふうにお話しされてました。ここで、あれと思ってほしいんですね、皆さんに。あれと思ってほしいです。そうじゃなくて、狭窄症って、こうやって骨があって、ここに神経が入ってて、逆の方が良かったですね、色ね、はい、ここが狭くなってきて、ここのせいでいろんな症状が起こっているっていうことだったと思います。で、間欠性跛行を歩いてたら、しんどくなってきて、体丸めると楽になる、また歩けるようになるっていうお話もさせていただきましたが、間欠性跛行の方って何が起きてるかっていうと、こっちがだんだん圧迫されてくるので、腰を丸めてあげると、ここの神経の圧迫を取れていくので、ちょっとマシになってくるっていうのが間欠性跛行だったりするんですね。丸々と楽になる、歩いてるとしんどいって、丸々と楽になる、だから自転車は楽みたいな風に話す方が結構多いんですけども、私が見たね、おばあちゃんの方は逆にね、反らすと楽っておっしゃってたんですね。腰を反らすと楽って言ってたんです。あれこれおかしいなと、
思ったわけなんですね。腰を反らすと楽、こうやって腕を後ろにこうやってやると楽っていうふうにお話しされてました。その方、僕がどこ見てたかってことなんですけども、一番見ていたところは肩甲骨です。肩甲骨、肩甲骨を見ていきました。こうやってやると楽っていうことは、肩甲骨同士が寄せ合ってこの辺の周りの筋肉の硬さが柔らかくなって楽になってるんじゃないのかなっていうところを考えたんですね。それで実際に肩甲骨のところを押していって歩いてもらうと痛みが起きない、全然調子いいわっていうことをおっしゃってたので、あ、肩甲骨が問題になってるんだっていうことが分かってきたんですね。これはなかなか、レントゲンだけを取って腰のとこだけを見てで、ちょっと狭くなってるし、まあ狭窄症やなみたいな感じでゴミ箱行きになってたら絶対に分かってこないことなんですね。で、治療もここにしていくとどん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 痛みが改善していって歩くのが楽になってきた、自転車しか乗れなかったけどずっと歩けるようになってきて調子が良くなってきたっていうことが、ここの肩甲骨の治療によって起きてきました。起きてきました。ここが一番その方は問題となっていたので、ここに対して治療していくだけでどん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 改善していったりしました。肩甲骨のところの治療はすごく大事になってきてて、肩甲骨と骨盤っていうところがすごく似てるんですね。ちょっとこれ見てもらうと分かるんですけど、肩甲骨があって腕があって腕がついてる、骨盤があって足がついてて足がついてて指があるっていう感じになってて、肩甲骨と骨盤っていうところがリンクしてるんですね。骨盤、肩甲骨硬くなると何が起きてしまうかっていうことをお伝えすると、骨盤のところの動きは悪くなってきてしまい、肩甲骨のところ硬いせいで骨盤のところの動きが悪くなり、腰にばっかり負担がかかってきてしまうっていうことが起きてしまうので、痛みとしても引き起こされてしまうっていうことになってるんですね。なのであなたの原因もやっぱり別のとこにあるのかもしれないっていう視点を持って、治療をしてもらったらどん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 改善していくでしょうし、そういったところで見てもらうべきかなっていうふうに思います。あなたの脊柱管狭窄症の痛みももしかしたら肩甲骨かもしれないっていうところを、ヒントとして感じてもらえたらいいのかなと思います。はい、そうですね、嫁に愛されるためのヒントアイデアを僕も知りたいので、ホームページにリンク貼ってますのでそこから教えてください。はい話脱線しましたが、今日のまとめとしてはこういったところです。肩甲骨にも原因がある人はすごく多いですよっていうところをお伝えしていきましたので、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。